乙女山古墳ホタテ貝形古墳、またはホタテ貝式古墳は古墳の位置形式で円球に小さな方形の張り出しをつけて全体の平面型がホタテ貝形になる古墳の総称である。この形式の古墳には以下の2種類があるが実際には判断の困難な場合が少なくない。円墳に方形の作り出しがつくもの前方後円墳の前方部が 単焦化したもの前者には奈良県の乙女山古墳があり、後者には群馬県の赤堀茶臼山古墳が挙げられる。前者はほぼ中期初頭に出現し、前方後円墳に作り出しがつく時期と一致し、円墳に祭祀の場として作り出しを付設したものと理解することができる。本形式古墳の特徴は前方部の形状と規模は前方後円墳と比較すると小さく、 どの噴球も大体いい同じ大きさである。概要の項目での位置の例が噴球長136メートルである。前方後円噴のそれぞれでは規模の点を見ても大きな差があるが、本形式古噴ではどの古噴を見てもほとんど差がないので、前方後円噴と本形式古噴は似て、非なる性格を持つ古噴と見られている。前方後円噴として築造が許されなかったという。 理解からすれば、大和政権の増簿規制が考えられる。古墳出現前後期の円墳や宝墳に小さな方径の突出部を持つ例があるが、それらは古墳の形式回以前のものとして区別される。禅塚興墳。ありがとうございます。